福岡市南区の第一薬科大学附属高校。珍しいカエルは理科室にいました。青いカエルです。可愛いです。体長およそ3センチのアマガエル。一般的な緑色ではなく、皮膚が鮮やかな青色をしています。現在は福岡第一高校と第一薬科大学附属高校の水中生物研究会が飼育しています。あまり自然の色とは思えない感じで綺麗だと思いました。農家さんの方から連絡いただいて、草刈り中に青い、アマガエルが見つかったと。このカエルが見つかったのは先月19日、福岡県篠栗町の田んぼで発見されました。発見したのは野見山さんの家族です。こうの道はですね、はい、草刈りをこうやりよったらですね、はい、なんか変わった色のとかおるよいてから、うん、ポンと飛んだらしいですよ。さまざまな生き物が生息するこの場所ですが、農作業をする野見山さんも青色のカエルは初めて見たといいます。娘がですね、はい、青色カエル、アマガエル見つけたよとか言うて、なんでそれもう俺も帰ってきちゃったんですよ。見たことなかったけどですね。県内で発見されたカエルは青色だけではありません。同じアマガエルですが、体が黄色く目も赤いです。こちらは太宰府市で見つかった黄色のアマガエル。2021年に黄色いオタマジャクシの状態で発見されました。専門家は緑色以外のアマガエルが現れるのは色素の突然変異によるものだと話します。青の色素と黄色の色素を、使って緑色の色を、出しているということになります。今回見つかった青いカエルというのはそのうちの、黄色ですねの、色素がなくなってしまったということで、青一色。青いカエル、あるいは黄色いカエル自体は県内でも、時々見つかるんですけれども、探して見つかるようなものではないので、珍しいといえば珍しいですね。一部の色素を失った珍しいアマガエル、見つけることはさらに難しいそうです。基本的には緑色をしていて、で周囲 の, 環境によってですね、緑から茶色とか灰色とか色を変えることができるんですけれども、変えられないということは目立ってしまうので、鳥とかですね、捕食者にすぐ食べられてしまうということで、いたとしても人間に見つかる割合というのはさらに低くなっていくと。なかなか出会うことができない青色のカエル。高校生たちはこれから大切に育てていきたいと話します。食べた。立派に育ってくれればいいな。色の変化にちょっと注目して育てていきたいと思ってます。青色のカエルは10月に行われる文化祭などで一般公開される予定です。